僕の得意なことで。何回もさ、お互い得意なことでって言ってるけどさ、お前の方が得意なやつじゃなくない。いや、倉井さんごめん、今までは確かにちょっと得意じゃないことも得意って嘘ついてやってた。そうでしょ、なんか思いつきで、うん、なんか得意やねみたいなこと言ってたけど、負けてるやん、今のところ。今回はマジのやつなんや。そう、本当に何が得意かっていうと、ここなんだよね、やっぱりここ、はい、IQ ね、IQ。おお、柔軟な、この勉強は確かにできないよ、クックが言えなかったらね。うん、いろいろあったよ、アホなんだなっていうの集大をお見せしたけど、やっぱり一番は、ね、うん、この IQ だと、人間の IQ だと思うの。なるほどなるほど。頭の柔らかさね、柔軟さっていうのが生きていく上で欠かせないね、この良さと思うわけ。だからやっぱりね、このこいつ知恵の輪ってやつ、なるほど、こいつをスラスラスラと溶けちゃうのがやっぱりその IQ の高さの証、頭の柔らかさの証だと思うわけ。お前なぞなぞ勝負負けとるけどな。なぞなぞはだってもうあんなの言葉遊びじゃん。そうそう、だってあれは要は IQ がめっちゃある猿には通用しないやつなわけ、ことなわけだから、あのなぞなぞっていうのは。うん、言ってる意味わかる、クラゲ。だから俺が何を言ってだから俺が言いたいのは僕が言いたいのは、なぞなぞでは本当の頭の良さが計り知れないんじゃないかなって僕は思うわけ、あの物ごときではね。自分で今頭いい猿ですって自分で言うたんやつかな。そういうことじゃない、そういうことじゃない。そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて。やばこいつ。これこれ、全く同じものね、二人ともね。全く遜色ないやつ。これじゃあ、8個あるから、8個全部やると、ちょっと多分長いから、8個全部はもうほんとやってらんないんだので、はいはい、お互いこう、一個ずつ指定して、交互に解いてって、その時間で一戦ずつ勝敗決めてこうよ。Okay, okay. じゃあ3回勝負ね、3回勝負。その中から3つ。じゃあこれ、このこれこれ、これどうなってんのそれ、どうしたら勝ちな。あー、なるほど、その輪っかを抜けたら勝ちなわけだ。そうそう、この輪っかを取るのが知恵の輪ってやつだから、うん、この輪っかを普通にやったら絶対取れないわけだからね。このままこうじゃね、グーッちゃったら取れないわけだから。これはこれできるか、これ大丈夫か。よーい、えい。ああ、なまじちょっと頭のいい猿やん。え、これどうやってやんの。いや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 、え、これどういうことなの。え、どうやって取れんのこれ、本当にクラゲ。え、なにこれ、本当にどういうことなの。いや、うまいことできるんちゃう、なんかうまいこと。いや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 、だって取れないよこれ。あ、わかったわ、そうか、視点を変えるってそういうことなんだ。なるほどね、こう。お、なんか振ってる。俺もう見えんとこでやろうかな。それも見てたりやりたなってしまうわ。え、これどうやってやんのこれ、本当に。ヒントとかないもんね、だって。うん。しもちゃん。なんで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 、ギブアップ、マジでギブ。はい、しもちゃんの負け。よーい、スタート。でもこういうシンプルなやつってさ、結局やれること限られてるからいけると思うねんけどな。マジか。お、ああ、ほら、やっぱり難しいんだよ。やっぱ、シンプルな方が難しいんだよ、やっぱり、クラゲ君。ほら、やっぱ難しいんだよ、こういうシンプルなやつこそ。絶対取れないもん、これだって、俺。あ、ちょっと待って、あ、そうか、なるほどな。え、なにこれ、なんなの、このクルーム、ほんとに。ははめっちゃ真剣じゃん。どうやったかわからん。うわ、できた。うわ、なんで。
じゃあこれよーいどん。でも力いらないやろ、スルって溶けるんでしょ、溶けるときに。あ、いやでもそれも結構やること限られてるやろ。やること限られてるから簡単かなと思いきや、はあ、え一生同じことの繰り返しになるんだけど、どうしようこれ。え、どうしようこれ。やべ、待って待って、クラゲ待って待って、クラゲ待って。いや、だって無理じゃない、これは無理だろう、だってこれは無理やるだろう、だってそれはだって解けないようになってるよ、だって一生この連鎖が続くだけだもん、だってこのここからね、ここ抜かない限り、ここのこの形、えやったよね、クラゲさんこれやったよね、ここで力でギュッていったでしょ。しめっちゃ簡単やわ、しめちゃんこれ知恵やわ。じゃあこれこれな、これよーいスタート。これは難しそう。俺はやること多いな。めちゃめちゃ真剣な顔してんじゃん。あ、え嘘嘘、え嘘嘘嘘嘘、え嘘嘘。あでもいけないのか。そんな単純じゃないよね。焦ってる？うん、全然焦ってないよ。いやいや無理でしょもう。クラゲさん、ん？ギブアップでしょ。もういいよ、全然いけるよ。もう普通にだって5分経つよ、もうそろそろ。そろそろ5分経つよ。全然いけるよこれ。ガチガチに固まっちゃった。じゃあクラゲもう最後はさ、これを先に解けた方の勝ちにしようぜ。うん、あじゃあこれ解いた方の勝ちね。そう。お前なんか見てるやん。おい何が、それ俺にも見せろや。いや見てもわからんと思うで。いやもうなんかあと一歩で解けそうな気するんだけどなこれ。はぁ、えやった。どうやったの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 クラッキー君どうやったのどうやったの。哀れよの。ああ結局そういうことしちゃった。物に当たり始めたらもう終わりよね。終了。はい、じゃあ勝ちました、ありがとうございます。嬉しい嬉しい、まぐれで解けてめっちゃ嬉しい。まぐれまぐれ、俺一個一個考えてってんけど、これはダメなんやなって。多分お前同じように、なんでここ飲むのこの解けない浮き、解けない浮きって言ってたんだろうな、きっと。これが IQ の差だよ。俺しかも、これこのパッケージの裏に答え書いてあるから。うん、嘘、裏に書いてあったん。これに気づいたから、俺、いち早くこいつはこれに気づいたから。うわ、ほんまや。裏に答えあるやん。気づかなかったでしょ、アホだから。クラゲ君はアホで注意力、関数力ないから気づかないでしょ、こういうの。俺真っ先にこういうの裏見ちゃうから。じゃあ俺の勝ちやな。7勝、7-4じゃん。やっべぇ、やっべぇ。タコスケ野郎が。マジでやっべぇ。